早く入れよ。やめてよ。うるせえんだよ。待って入れ。やめて、どうしてお願い、助けてお願い。てかさ、かゆこって超ブスじゃね。それな、私もマジで同じこと考えてた。マジでブスだよな。俺の方がまだマシだわ。いや、どっちも同じレベルだと思うけど。それな。てか、かゆこみたいなブス、学校来てほしくないよね。それな、俺たちまでブスになるよな。はぁ、今日もこれか。あれ、かゆこ学校来たの？意味ひど。かゆこ、いつ学校やめてくれんの？みんなはかゆこをやめること望んでるよ。おい、かゆこ何突っ立っとんねん。帰りやがれよ、お前。帰れ、かゆこ。はい、じゃあ今日のホームルームはまず掃除当番を決めてくで。先生。お、みみ、やってくれるんか？いえ、トイレ掃除はかゆこを推薦します。え？ほら、トイレ掃除をする子はべっぴんさんになれるって言うじゃん。確かに、ミミ天才。でもさ、かゆこトイレ掃除しただけじゃべっぴんさんになれなくね。それはそうかも。ほな、かゆこトイレ掃除お願いするねんな。はい。ただいま。あら、かゆこ、おかえり。どうしたの？お友達となんか嫌なことでもあったの？お母さん、トイレ掃除をしたら私は可愛くなれるの？え？どうして？今日ホームルームで掃除担当を決めるとき、私はブスだからトイレ掃除が向いてるって。トイレ掃除をすれば私は可愛くなれるの？かゆこ、やっぱトイレ掃除をしただけじゃ可愛くなれないよね。ごめん、変なこと聞いて。誰にそんなこと言われたの？え？誰に？ねえ、誰に？誰にそんなこと言われたのって聞いてんの！クラスの友達だけど。先生は？はぁ！先生はその時何も言わなかったわけ？え、うん、特に何も。信じられない。ちょっとお母さん、学校行ってくるわ。今から？大事な娘がいじめられたのに黙ってる母親はどこにいますかってやんねえ。どこでいいや。お母さん、あんたどういうつもりや。お母さん、ちょっと落ち着いてはくれまへんか。落ち着いていられますか、このバカチンが。今日のホームルームの話、カイコから聞かせてもらいました。あんたのクラスメイトはどうなってんの？私の大事な娘をブス扱いして。それについてはその時生徒に十分注意したんですけれど。嘘つけー。全部カイコから聞いたわよ。いじめられてる時に先生は何もしてくれなかったって。ふざけんじゃないよ。生徒をつまみ出してボコボコにしなさいよ。お母さん落ち着いてください。かあの生徒ちゃんとしっかり指導してしっかりさせますんでお願いします。次同じようなことやったら絶対に許さないから。てか、かゆこってちゃんとトイレ掃除してんの？うん、ちゃんと毎日やってるよ。その割には全然可愛くなってなくない？てか、前よりブスになってんじゃね。掃除した時に汗かいて便器の水でも飲んでんじゃない？キモー。ヘイ、ビークワイエット。お前ら静かにしろよ。ではホームルームを始める前に、ミドミヨッチ、ちょっと廊下に来てくれるか。昨日のホームルームのことなんやけどな。人様の顔をディスるようなことはなるべく引こうてもらいてえねん。先生、私にお説教ですか？いや、説教とかするつもりは。いつもミーミーからもらったお金で生活してるくせに何様で。ゴミみたいなやつだな。先生、カイコに何か言われたの？
あ、それは…おいおいおい、説教しといて言わないのは最低っしょ。それな。先生、早く教えてください。実はな、昨日かゆこちゃんがお母さんにいじめのことを話しとうみたいで。やっぱかゆこが言ったんだ。あいつマジで調子乗ってんね。分からしてやろうぜ。行こう。おい、おい、あ、ちょっと。かゆこ、掃除頑張ってて偉いね。そんな一生懸命掃除してるのに、べっぴんさんになりたいのかわいそう。神様って不平等だよね。何しに来たの？トイレなら入っていいよ。は、誰がトイレ行きたいって言った？そんな入ってほしいならおめえが入れよ。ちょっとやめて。早く入れよ。掃除は終わりで。ああ、いや、しろってやめて、お願い、ここから出して。留守は一生トイレで過ごせばいいんだよ。一生トイレで過ごしたら可愛くなるかもな。今日の勉強をしていくか。今日の勉強は、方言について研究していこう。まず方言とは。ねえ、かゆこ大丈夫かな。掃除から戻ってきてないよな。誰かに助けてもらってるでしょ。かゆこ、まだトイレいんの？さすがにうんこ臭くなるからもう出ておいでよ。いやいやいや、もう元からうんこ臭いって。おい、なんか返事しろよ。え、どうした？どこ行ったんだろう。誰もいない。先に帰ったんじゃね。うちらも行こう。うん。その日からかゆこは学校に姿を見せなくなり、卒業式の日がやってきた。みんな、今日は卒業式やな。3年間頑張ってきたこと、やっとこう。え、誰？めっちゃ可愛い。かゆこ？え？え？かゆこ、お前どうしたんや？許さない、許さない、許さない！なんて、今日はみんなにお礼が言いたくて来ました。え？実は私、トイレに閉じ込められたあの日、どうしていいかわからなくてスマホを見たら、ある配信アプリを見つけた。私はトイレの中でそのアプリを使って配信してたら、たくさんの人が興味を持ってくれて、私の悩みを聞いてくれた。トイレに閉じ込められた時の鍵の開け方も、リスナーさんが教えてくれたんだよ。かゆこ、あの時は本当にごめん。私ね、その配信がきっかけで、家でも配信するようになった。みんなやっほー、山田さん、スパちゃんありがとう。コメントいっぱいで嬉しいな。それから私のフォロワーはどんどん増えていって、この1年で私は有名な配信者になれた。私ブスだったけど、配信をきっかけに変わることができた。あの時トイレに閉じ込められてなかったら、私は何も変わってなかったなって思う。本当に感謝の気持ちでいっぱいで。そしてみんな、私をいじめてくれてありがとう。いや、3、2。お母さん、トイレ掃除をしたら私も可愛くなれるの？何やってんの？ありがとう、ありがとう、ありがとうね。怒られてまた出してきた。じゃあ、3、2。